Yeah!
会長、会社なさい。あそこにおる。次に次。会長。無事だ。<笑>で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを
あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分かて登場会とつるんでいろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。何やと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。ゴーダリュウジ、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅうや。あなたも知っているでしょ。自分が人言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところでジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。ゴーダ・リュウジさん、あなたを逮捕します。嘘や。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。今までほんまのことが言えんですまなんだ、龍二。26年前スヨンが関西へやってきてすぐ私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場、偶然私はその店でスヨンと知りおうて彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日、スヨンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けした。けど関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや。仕方がない話や。私は所詮極道もん。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うっせえ。そないなことはどうでもいい。龍二、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。ゴーダ人中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたい。お前やはり26年前の事件を。関係ない。わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもいい。奴らと利害が一致した、それだけ。さあ残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい。私の話は終わってないわ。ゴーダ・リュウジ、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。
どういう意味？自分の生き方を変えられない。ただバカ正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。カズマ！カオル、すまない。よし、なら一丁派手に極道の絵で探せようやないか。覚悟はできとるやろね。おっほう。Yeah!
ほう。で、死ねで、リュウジの心の声を初めて聞くことができました。おおきにありがとうございました。ゴーダ会長、今まで私は大切なことをリュウジに隠し通してきた。ほんまのことを言えばリュウジが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。リュウジの父親として息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長、私も近江の大門を背負ってきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。リュウジと一緒に逮捕してください。お見事や。合田会長、桐生さん、ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は寺田。どういうことや。これは全て私が書いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いたね。それじゃあなたが。そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東条会と近江の杯などを絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか。そうです。龍二は我々の掟に背いた。だからです。龍二は神宮派として行動することを拒み続けた。
彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田桐生さん、あとはあなたを片付けて登場会を潰せば全ては終わる。落として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾気がつかなかったんですか。あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原二郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せば神室町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田、何ですか？最後に教える。お前はあの時風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを？26年前のあの日、俺はお前を見ていた。あたかじよ、みな。しばい、いれその俺もおっぱってよ。いのが！가자이누기의원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야어生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。
そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四人は風間さんによって命を救われた。寺田。その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆にせわし近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。私は人言派の構成員です。人言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうがやるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。ここで終わりにしましょう。
キリュウ、まだや。もうお前との勝負は終わっている。あなたには感謝している。私にとって邪魔な人間を予定通り次々と葬ってくれましたからね。動かないでください。ご苦労だったな。あとは私に任せろ。全てお前が裏で仕組んだんか。カオリ、会長のおっしゃる通りです。寺田の動きを知って裏で画策したのは私です。オメ連合を裏切って人軍派と手を組むんか。裏切る？何をバカなこと。高島は人軍派と目的が合致した。東条会を潰すという一点でな。そう、そしてその目的は果たせた。だからもうお前は用済みだ。自分が利用されているとも知らずバカな男だ。やはりお前という男は。高島、お前、高島、お前近江をどないするつもりや。ご安心ください。私があなたの後を引き継ぎます。そんなことは許さん。メイドの土産に教えましょう。私は近江連合六代目となり東条会を傘下に収める。極道社会の全国制覇です。さらに人言派も抑え海外へ進出する。それが私が書いた最後の絵図です。お前どうゴーダさん。どいつもこいつもバカばっかりだ。どうしてこう人を信用するのか信じられん。わしは心の底からお前のことなんか信じちゃいない。なんだ、まだ生きてたのか、この死に損ないが。お前の思った通りにはならん。今にわかる。まったくうるさい連中だ。キリュウさん、あんたしかいない。この男を倒してくれ。寺田、最後に俺を信じて。何？
畜生、なんてことをしてくれたんだ、このバカ野郎が。少しでも動いたら前技撃ちますよ。構わないわ、撃って。カオル、カズマ、撃つのよ。いいから撃って。キリュウカズマ、お前には撃てない。人を見殺しにできない、それがお前の弱さだ。カズマ。バカな男だ。お前もあの男のように死ね。リュウジ。裏をかかれるとは。男はのう、バカなくらいでちょうどいい。我のような計算高い男は所詮天下など取れんのへ。その通りだ。ちょっと何してるの。爆弾のスイッチが入ってるのよ。あと5分で爆発するわ。いやいや、頭がボーッとしてきよって。早いとこ蹴りつけようやないか。早く逃げるのよ。お前は行け。そして生きろ。俺にはまだやることがある。こんな男初めて。さすがわしの妹が惚れた男や。こいつの言う通りや。早よ逃げ。何言ってるのよ。私はもうこれ以上家族が死ぬのは嫌だ。好きな人が死ぬのも嫌なんや。分かってる。だったら今すぐ。うっさいわボケ。なあわしらもうボロボロや。どうせ助かる時間がないや。でも一生に一度や。兄ちゃんの頼み聞いてくれへんか。時間はないな。いいか、行くで。ああ。
手加減はしねえ。来い！Yeah!
笑顔を見せてくれ。
おかんの悪った顔が好きやったんや。お兄ちゃん。ええ顔や。時間がありません。キリュウ、聞こえるか？もうすぐ爆発する。早く逃げろ。おじさん。カズマ。早く逃げないと危ないわ。お前だけ。逃げろ。何を言ってるの？俺はもう動けない。諦めないで、私が背負っていくわ。お前だけ逃げるんだ。わかった。それなら私もここにいる。あなたを置いて逃げられないわ。俺のことは放っておけ。そんなことできない。早く早く逃げるんだ。うるさい。私はあなたと一緒にいるの。近づくのは危険です。時間もない。我々も退避します。キリュウ。おじさん。あと一分ないのか。ハルカちゃんのこと裏切っちゃったね。そうだな。でもきっとハルカなら分かってくれるさ。うん、そうやね。しっかりもんやしね。怖いか。でもこんなにあったかいのは初めてや。Nobody
We attend to the rhythm like this. There is no cause in my eyes. Can't you stop buzzing like a fly? Who's the meanest one of all?
ありがとうね。私、ずっと忘れないよ。寺田のおじさん、本当にありがとう。あの爆弾が偽物だったとは、寺田が一番の役者だったな。ああ、奴が言っていた通り、高島のことは心から信用しちゃいなかったのさ。そうだな。最初から爆弾の信管は抜かれていたわけだしな。鼻から爆発させる気はなかったってことだ。しかしまあ、爆弾が起動した時はどうなるかと思ったぜ。ああ。だがあの時、寺田の判断がなければ、高島の思い通りになっていただろう。お前、あの爆弾が爆発しないことが分かっていたのか？いや、分からなかった。だが奴は最後に、信じてくれと言った。お前に、何を信じて欲しかったんだろうな。多分、風間のおやっさんへの気持ちだったんだと思う。今思えばな。ふん、なるほどな。その言葉に嘘はなかったってわけだ。ああ。